それどういうことかな。普通だっておやつも食べるのじゃん。そうですそうです、はい、食欲なかったらね。おやつだって食べるの。食いつけばいいんですか。おやつだって飛んでくる。飛んでくる。だから徐々に食欲なくなってるな。はい、騒げんもんご飯やると。じゃあ調べてみますね。はい、はい、お待ちください。やっぱりあの白血球とか測れないんですけども、肝臓はこっちが前回、こっちが今回、なのでこの ALKP とかは結構半分くらいまで下がってるんですよ。前段階あったやつ。はい、はい、うん、他は、まあ、変わらなかったり高くなったり、ST は上がっちゃってますし、CRP 燃焼の数値も上がってますね。インジュリーもちょっと上がってますね。総合的に言うとあんまり変わらないのかなというところで、それとしたらこの外科的な手術なんでしょうけど、うん、ご飯食べんやったら薬も同じに来いし、そうですね。昨日の晩までは何とかちょっと食べてたんや、はいはい、今日朝なんかも何も食べん、食べたのは昨日だけですか。昨日初めて、その前吐いてない吐きそう、食べなくて吐いちゃった。昨日はね、夜中、まあ、ほぼ水とちょっとおやつみたいな吐いてた。昨日の日中は食べてたんですか。日中は食べた。あ、食べました。うん、まあ食べたいと言ってもいつもよりは少ない。はい、だから点滴とかお薬とかでやるのも治るとこまではいかないのかなと思いますし、だましだましやっていくみたいな感じにはなるので、まあ、手術が選択肢になってくるんですけど、日増しに元気はなくなっていってるな。はい、まあ、ちょっとあの簡単な手術がないので、うん、リスクがあるところにはなるので、手術がうまいこと一体元気になる、なろうかな。そうですね、その感動が原因であればそれが元気になる可能性はあると思うんですけど、その胆管の洗浄がどこまでできるか、完全に詰まっちゃってるとなかなか難しいところがあって、もう完全に詰まってたらもっと高くなると思うんで、それはないと思ってるんですけど、洗浄した時にその胆管から十二指腸まで洗浄して通すんですけど、詰まっちゃってるともう洗浄液が肝臓に漏れちゃったりするんですよね。負担化しちゃう可能性もありますし、詰まりも取れないですし、その辺で目視でも見えないところなので、本当に洗浄できてるか。このまま辺でほっとってもよ。だんだん元気なくなってくる。と思いますけどね。体重はそこまで変わりがない。おやつを食べる。あ、いいね。食べようかな。まあ、食欲ないわけで。またご飯こうやってあげたら横向いてね、はい、お菓子ピュッてやったらパクって食べる。はい。けど今日の朝の感じからしたら多分、まあ、食べへんのちゃうと思うな。そういう数値あんまり変わってないんやろ。食べへんほどにもなってない。いや、それはね、結構個体差があるので、この辺はあんまり食欲と関係ないと思うんですけど、あるとしたらやっぱビリルビンですね。は上がってます。ここが上がってくると、食欲落ちてくる。前よりも上がってる。ちょっと上がってます。ただまあ、その、なんていうんですか、管が詰まってたり、流れが悪くなってる可能性があるので、要はパイプの詰まりと同じような感じで。それが、この砲弾の原因。と思うんですよ。だから、ほっといてその汚れが蓄積してくると、でそういう手術のリスクもどんどん上がっていく可能性はありますね。でも、手術もやるんやったら早い方がいいってこと。いいんでしょうけど、だから僕、その手術をどうしてもしたくないっていう方で、ずっと点滴してて、うん、ある日突然良くなった子がいるんですよね。そう、こんな感じで。ダメになって、脳弾も出て、
で毎日点滴、毎日点滴したり、まあ、だんだん間隔空けていったりとか、ちょっと食べる日はやめたりとかしてましたけど、うん、そういうパターンもあるっちゃあるんですけど、うん、まあ、本当に突然破裂しちゃう可能性もある、ね、うん、だからもう最終的にはどうやろう、うん、俺は分からんから、うん、手術すんねたらこんな元気なおじの方がいいんじゃん。まあまあもちろんそれもありますね、うん、だんだん元気なくなっていってんのも、もう明らかだからね、うん、多分ご飯も多分食べへんと思う、うん、今日は、まあ、もしあれしたら点滴したりとか、はい、薬は入れるんですけど、うん、まあ、手術どうするかですよね。あまりあれですね、変わりがなさそうですね。ない、まあ、もう全くない。もう見てた、もう毎日おるから分かるからね、うん、まだ2週間ぐらい前やったらまだご飯作ってたからもう海洋生児って言われてて、はい、もう今らもう興味なしみたいな。ああ、そうか。ご飯はもう普通に、ほんで普通にいつものこんな、はい、細かくやって手で持っちゃってこないして食べさせな、自分が食べに行けんもん、うん、な、あとはまあまあ年末年始もあるんでね、ちょっと病院が閉まるタイミングとかがあるんで、まあするんだったら早い方がいいんでしょうし、うん、もう、やってくださいよ。します、うん、はい、言わなかった。今日はどうせ点滴しておきますよ、はい、はい。やるとしたら いつになるんですか。ちょっと確認しますね、予定、うん、はい。ちょっと今日は点滴しましょうか。はい、お薬もないですかね。もう機能なくなった。はい、はい。ちょっとお待ちくださいね。うん、手術や。それで。一応お薬も継続でお渡ししておきますので、はい、お待ちしておいてください。ここから米で近いわな。うん。